おはようございます。日本で戦うために海を渡ってきた愛すべき助っ人たち、今回はロッド・アレンを取り上げていきます。1959年カリフォルニア州ロサンゼルスに生まれた本名ロデリック・ベルネット・アレンはサンタモニカ高校を卒業した1977年、 MLB ドラフト6巡目でシカゴ・ホワイトソックスから指名を受けて入団するも、ビッグリーグに昇格することなく、1981年、シアトル・マリナーズに移籍します。横浜や阪神でプレーしたジム・パチョレックの兄、トム・パチョレックとの交換トレードでシアトルにやってきた1983年の4月7日、ニューヨーク・ヤンキース戦に代打で登場し、MLB デビューを果たすと初打席初安打をマークしました。しかしレギュラー定着とはいかずに、デトロイトタイガースやクリーブランドインディアンスなどマイナーリーグを転々としていた1988年、トリプル A コロラドスプリングスで三冠王に輝く活躍を見せたのです。下半身を使わず上半身の腕っぷしだけに頼った打法ながらホームランを連発するなど、高い打撃力を有した外野手にミスター赤ヘルこと山本監督1年目の広島カープは目をつけて交渉を開始すると、身長189センチ、体重92キロの助っ人は海を渡ってきたのでした。30歳と脂が乗っていた登録名ロデリック・アレンは、同期入団したロードンと共にオープン戦から結果を出したことから5番を任されましたが、前半戦の故障が響いて1年目は平凡な成績に終わります。今年こそはと気合を入れて迎えた翌年は、 MLB ドラフト1巡目指名にメジャー通算72本塁打の実績を引っ提げて来日した新外国人マイク・ヤングの控えに甘んじていましたが、ポスト山本浩二と期待されたヤングが不振に陥るとスタメンに返り咲き、史上14人目となる4打席連続本塁打や1試合で代打満塁ホームランとサヨナラ本塁打の合わせ技を見せるなど、勝負強い打撃でチームの中心となりました。シーズンを通して打率3割1分3厘25本塁打61打点の好成績をマークした助っ人は、この年野球ファンの脳裏に焼き付ける壮絶な鬼ごっこを展開したのです。6月24日の横浜戦、7回表のクロスプレーの際、秋元捕手に体当たりして負傷交代させるというラフプレーを見せたアレンに対し、横浜の須藤監督は大激怒、帽子を叩きつけながら審判に抗議する一人エキサイト親父と化すと、9回に事件が起こりました。打席に立つアレンの背中を通過する速球を大門投手が投げ込むと、報復されたと感じ取った助っ人はマウンドめがけて猛突進、一目散に逃げ出した大門との史上最長の追いかけっこが幕を開けます。最初はマイヤーがいる一塁に逃げたんですが、助けてくれなかったので今度はパチョレックがいるレフトに逃げようと考えました。と、命の危機を感じた大門は、味方の外国人に助けを求めながら、山で遭遇した熊から逃げるかのように、ジグザグに走り続けました。まさかこっちに来るとは思っていなかった。と、アレンを止めようとして失敗した高岸が振り返るほど両軍入り乱れての鬼ごっこは、ようやく、アレンを大勢で抑え込み、退場が宣告されたことで収束しましたが、プロ野球、珍プレー、好プレーの名シーンとして、今も語り継がれています。逃げ切った大門投手は引退後、保険会社の営業マンに転身すると、このエピソードを武器に好成績を上げて出世、社長にまで上り詰めたそうですが、逃げられたアレンの方は、来日3年目となる1991年、前年の活躍から4番として期待され、背番号も49から球団史上初の
00番に変更したものの、まさかの大不振に陥りました。それでもチームが日本シリーズまで駒を進めると、退団が決定的ではあったものの、出場した頂上決戦で史上10人目となるシリーズ初打席初本塁打を放つなど、日本塁打の活躍で自らの花道を飾ったのです。翌年メキシカンリーグでプレーしたのを最後に引退すると、デトロイトのテレビ局で解説者となりましたが、2018年、実況アナウンサーのマリオ・インペンバ氏と激しい口論の末、背後から首を絞めるという暴行容疑が報じられて解雇となりました。その後マイアミの放送局バリースポーツフロリダで解説者を務めることになったアレンは、アメリカを席巻する二刀流大谷翔平について、彼はアメージング、信じられないくらい素晴らしいね、時速100マイルの剛速球に30インチも変化するスプリットやスライダーを持つ選手なんていないよ、私も日本で良いピッチャーや良い打者を何人か見たけど、その中でもベストな才能だね、ベーブ・ルースと比較されることも多いけど、人生で二度と見ることができない存在だな、と手放しで称賛したのです。いかにも打ちそうな風貌そのままに高い打撃力を有した外野手は、期待するといまいちなのに期待しないと非常に良いという意外性のある長距離砲として、広島カープの主軸を張った逆境に燃える男、ロッド・アレン。いかがでしたでしょうか。これからも海を渡り、日本に衝撃を与えてくれた最強の助っ人たちをご紹介していきますので、ぜひご登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。